こんにちは、皆さん、おはようございます。僕らにしてはね、なかなか珍しく朝に起きてますよ。で、皆さん聞いてください。この度、アイセイハウスが新しくなりました。どこが？ほら、後ろ見てみ。わー、なんてことでしょう。君が寝てる間に動かしましたよ。こうやって多分さ、みんちゃんとこう撮られると思うんですよね。そういう時にやっぱここに映したいじゃないですか、本気の撮影っていうので変えました。焼き鳥食べてるだけなのに突然撮影されちゃった人、なんかもう明るすぎて、なんなら白飛びしてるかもしれん。顔が白いからね。白飛びしてるかもしれん。こういう時はこれを壁に反射させてあげますね。こんな感じですね。そうするとですね、うん、まだ顔白飛びしとるな。あれ？あ、いや、普通になったわ。リップ塗ってないから死んでる。死んでるの。俺にも一本ちょうだい。うん。おっさんみたいな、お前。昼から焼き鳥食うもんな。でも夜に焼き鳥食べてる方がさ。ちょっと待って、じゃあ。おっさんや。おっさん、飲まないよ。おっさん、飲んだことないのに。嘘、飲んだことないの。ペロはある。あいーうりー。いや、ペロが飲んでみなさい。お姉さん、いないいないいない。あの、おっちゃんやからさ、飲ましたくなんね。まずあの炭酸飲めないから、ね、あれ、いや、じゃあ俺がちょっと飲むから。ダメ、眠くなっちゃう。一口だけ、一口だけ。いや、その全部飲まへん。じゃあ二口だけ飲む。おー、これマジ楽になった。この椅子も変えて、だからこれもね、テーブル変えたんですよ、実は。そう、実はね、皆さん気づいてましたが、このね、テーブルもね、あの、ちっちゃくなったんですよ。今まであの、むっちゃクソデカなやつやってたんですけど、うん、あれ、重たいし邪魔だなってことでね、変えたんですよ。KP、 KP、 あんたが飲むんかい。あー、そういうこと。ちょっとそれで一杯飲んでみてくださいよ、それ。美味しくないじゃん、だって。飲んでみ。絶対美味しくない。炭酸が合わずに、顔ぶさ。美味しいやん。何が美味しいの。いや、なんか俺もね、マジで最初わからんかった。でもなんかね、だんだんうまい気してきた。なんか俺もうダメだ、おっさんなのかもしれない。うん、なんかだんだんね、うまい気してきた、ビール。なんか苦いだけじゃない。いや、でもなんか、いや、そうなんや、そうなんやけど、今ね、これむちゃうまく感じるよ。しかもわからん、酒のつまみにモカ見てるかったもん、うん、俺のこの酒のつまみモカやから、焼き鳥食ってる。よこせ。べちょべちょだよ。うわ、べちょべちょ。うん、はい、飲んで、はい、飲んで。ああ、もういらん。いらんのかい。焼き鳥ってか、これ賞味期切れてない、大丈夫？うん、さっき買った、スーパーで。うん、焼き鳥買うやつおるんやね、酒飲まへんのに。おもろい顔。お前にだけ言われたくないな。うん、べちゃべちゃ。んで、変なダンスしないよ。で、ウマーベラス知らないの？うん、この間の編集で見たけど。ウマーベラス何？サンドイッチマンの。知らん。ウマーベラスダンスってなんの？なんかさ、世界知らなすぎるよね。モカがさ、絶対知ってるだろうと思ってさ、やったこともさ、なんかさ、動画編集の見るとさ、ね、よくわからん、ツッコミみたいなされててさ、ちょっと狙いと違うんだけどな、みたいな、すごいあるんだけど。全然この人に伝わらない。テレビっ子じゃないんだよ。一番の敵、身近にいた。ずっとテレビ見てるもんね、マジで。テレビ大好き。でもその代わり YouTube 見ないよ、一切。YouTube 見ろ。最近のテレビつまらないよ、でも。だから、申し訳ない。ネットフリとか見てんだよ。あ、やっぱ最近のテレビ面白くないと思うんだよ、やっぱ。面白くないよね、なんか。水曜日のダウンタウン。そう、水ダウぐらいしかない。で、見ないじゃん。あ、僕 TVer で時々見るよ。なんやねん、その不服そうな感じ。嘘だ、絶対。あとあれ面白い、家政婦の三田園。あとは、こっちやばくない、 YouTuber やりながらテレビの布教するんだ。テレビの方大好き。テレビと戦ってからあかんねん、俺らは。分かってんの。テレビの方面白いよ。やば、この人。YouTuber たち失格ですから。いちいち、その、つな、こんなでっかいさ、この操作しにくいリモコンでさ、お前、人の話だちゃうよ、どっか行くな、お前。テレビ大丈夫なの。どっか行くな。それ、モカって逆。モカだってでかいテレビで見たいもん。ちっこい携帯でなんか見たくない。ちっこい携帯で5秒飛ばしながら見るんが一番ええんよ。YouTube、布団に潜り込んでさ。なんやこんな、わざわざこんなことできてさ。めんどいさ、あらしない、ほんまに。理解できる。テレビも iPhone で見られるようになったらええねんだから。やだ、モカ携帯で見たくない。テレビ見ながら携帯いじるのがいいんじゃん。YouTube。あ、洗い物してもらっていいですか。
これ誰の洗い物しまっていいですか。おい洗い物しろよ。洗い物してくださいね。誰のそれ。これ僕のですね。帰ってきたらすっごい汚くてびっくりしちゃった。あれでも格付けなんだよ。そう、あの僕ね朝ごはん食べてそのまま寝てたんですよ。あ、皆さん見てください、こっちの部屋を模様替えしたんですよ。実はあの今までこっち側に机があったでしょ、それはこっちになったんですよ。あなたが知らぬうちにどんどん部屋買ってきますよ。年内脱出計画に向けて。やだこの部屋の。これさ、本当にこれ動かすの面倒くさかったね。このシナモンのこのなんかむっちゃこの箱詰め、集合体恐怖症よこれ。もうこれもね、集合体恐怖症の人が見たらね怖いやつよ。分かっとる。どうした、かわいいでしょ。かわいいな。バブバブ、うん、バブバブしたらあかんな。バブバブ、上には俺らのもの、真ん中にはやばい、縦と縦おい崩すな、めんどくさいからまたセーフじゃないよやめろダメや、こいつでかすぎて入らへん。なんかガタンゴトンの音も聞こえなかった。気づかずずっと寝てた。嘘でしょ、最近好きでしょ、うん、本当に。ほら全部ここにこうやって並べたの良くない、これめっちゃ、これめっちゃ良くない。うん、めっちゃ好きなんやけどこのゾーン。でこのカレ、このカレ、このカレ、これなんなの。なんか僕のこれ部屋にあったんですけど、あのこれ何、これはカッコのいなづけ。あ、これカッコのいなづけか。うん、え、こんなんなの。俺漫画しか見てないから分からへんかったわこれカッコだよ。これカッコなの。うん、お前、まあ、また分からんとこ置いたらぐちゃぐちゃなってくやろここに一回隠しとこう。隠したらあかんよ。格好だよ。格好な。眠たい。彼はどこにでもいるようなサラリーマン。36歳。これでさ、この服装でさ、でビール持ってた。婚約していた彼女に結婚前日に振られ。路頭に迷っている最中だ。彼の好きなものはアサヒスーパードライ。なんで？しかし関西弁が混じっているのは母。お前今お母さんの名前言おうとしたやろ。危ない危ない危ないじゃないんだよ、人の母の名前言う。危ない、母ピーが関西人だから。自分でピーって言う最近花粉に困っているようだ。なんでやる、ちょっとビニやるいちいちナレーションにナレーションに突っ込んでくる。このゴミ箱おしゃれだね。これおしゃれだね。それさ、想像の7倍ぐらいさ、ブラックホールだよね。お、これいくらしたと思う。200円。これ3000円した。おい、ちょっと壊れるからそういうことしたらダメ。やめてカメラ。彼の最近の喋り相手はこのカメラだ。なんこのカメラ以外喋る人間はいないみたい。なぜかこちらを見て笑っている。彼には何かが見えているのだろうか。42歳、独身。わかったて、22やまだ40じゃないわ。43、ちょっと切って。ちょっと待って、みんな見て。ちょっと何、ちょっと一回来て、お願いだから。ちょっとここに三脚全部置いてたらめっちゃ楽やな。何何何？何？どうした？どこ行くん？リップに。さっきの動画撮れてなかったんやけど。嘘だ。さっきの動画撮れてなかったんやけど。え、嘘でしょ。ほんまやで。やばいて。動画撮れてなかったよ。ねえ。とか今から洗い物しますよ、ごかさん。洗い物しますよ。一緒にしてくれる人、一緒にしてくれる人手挙げておいおい、あいにく様だよね。あなたのバナナジュース、俺何回さ、下手くそやな、カメラ置き方ほんまに。なあ、登録者30人か登録者30人の置き方しとるで、お前。ちょっとほら、早く。もうちょい下か、下が下もうちょい下なのか。下手くそやな、ほんまに。こうか、めっちゃキラキンピカになったでしょ、ここめっちゃ綺麗になったでしょ。なんでか知ってる、なんでか知ってる。寝てる間に小さいおじさんがやってた。俺や小さいおじさんちゃうねん、お前。いい加減にせよあれめっちゃ綺麗になってたよ、ここ。汚かった。
誰かさんがさ、赤からをさ、ここにブチャってぶちまけてさ、あの、泣かししなかったせいで、ここ汚なかったこうやって人のことばっか、ネガキャンするけど、どっこいどっこいですから。いやいや、そう、まあ、どっこいどっこいです。でもね、6、4やと思う。いや、絶対すらない。な6でしょ。ちょ、いや、すらまあ、洗濯物とか全部含めてやな。そしたらもう帰る。なんな、なんな8、2 いや、いや、じゃあ、だとしたらじゃあ、もうか実は8、3かもしれん。で、俺トイレ掃除、実は定期的にやっとるし。8、3はだってもうさ、11なの、マックスが。じゃあ、ごめん、7、3や。ちょっと鼻水かめて、ちょっと鼻水かまして。汚い。お願い、お願い。この濡れてるやつ。おい、なんでやねん。11、11にしましょう。あ、痛い。やっぱね、宮部くんはね、YouTube 始めた時からずっと思ってるけど、ずっと汚い。何歳になっても汚いよね。何歳の君も汚い。汚くないでしょ。じゃない、その汚い俺と一緒にいるの。いなきゃいけないから。バーベキューしたい。バーベキューしたいな。うちの庭でやるか。庭なんてないけど。日本のベランダやるか。通報されそう。通報されちゃう。もう僕たちうるさそうだよ。大人じゃないか。わわギャーギャー言ってそう。通報されます。通報されそう。やめとこう。バーベキューできる場所の予約取ればいい。じゃあ明日 BBQ な。え明日 BBQ。あ、でもダメだ。なんで？東京梅雨入りしたらしいよ。梅雨って何日間？梅雨は一週間ぐらい。もう一週間ぐらいだね。まあというわけでですね、あの綺麗になりましたということで、あ、綺麗なとこ見せられてないですね。こんな感じでですね、綺麗になりましたということで、え、なんか拡大になってんだけど、拡大になってたんだけど、ずっと、あら、ごめんなさい、拡大になったんですけど、でへこういう感じでね、綺麗になりましたんで、あ、ぜひね、次の、あの使用者の方、綺麗にお使いくださいませ。わかりましたか。はい。何匂い嗅いでんの。なんか自分じゃない手の匂いがしたから、この手って本当に自分かなと思って、怖。また次回でお会いしましょう。さよなら。これ自分の手じゃないかもしれない。